2021年もあと少しで終了。今年はたくさんの動画を収録しましたが、お見せできなかったシーンもたくさんあります。未公開シーンをご紹介しながら、モセデンの2021年をプレイバック。まずは一番直近に撮影したこちら、ワンマン運転を行うノセデンの運転士を支える自動放送装置について、その仕組みを解説した動画です。山田副長による自動放送装置の説明シーンの未公開シーン。はいはい、ごめんなさい、絶妙に息が合いません。スポット放送、これは最初から台本なしのぶっつけ収録がノセデンチャンネルの売りです。ちなみに自動放送が車輪の回転数と連動していると、車輪が空転した際に距離把握にズレが生じるのではということについて、実際その場合確かに放送開始時点に数メートルの狂いが生じますが、運行には問題ありません。続いてはこちら、全5回にわたり公開したノセデンサミット、ノセデン運転士のセキララトークです。実は収録時間は1時間以上に及びました。こちらの未公開シーン、関東出身八木常務助役の気づきです。運転士になってから、なんか他の他社の運転士の制度操作が気になるようには、それは思います。まあ、僕実家関東なんですよ。関西、要はブレーキ最後掘って掘ってシュッてこの言うと残圧停車ってっていう、あれ関西特有で、関東ってもうブレーキ入れたまま止めて止めにかかっていくのが主流なんで、最初だから実家帰って電車向こうの電車乗るじゃないですか。どこ乗ってもなんかすごい衝撃で止まるなみたいな。で調べたら、あ、そういうことかって、文化の違いみたいなのはありますね。なかなか面白い違いですね。関東の鉄道を利用する方、ぜひ乗り比べに来てください。またノセデン電車運転体験会は2022年も開催予定です。華麗な残圧停車をぜひ決めてみてください。続いてはこちら、2021年4月26日に引退したノセデン3100系、コロナ禍でのラストランを迎えるまでを記録したドキュメンタリー、3100系への思いを綴った平岡係長の未公開シーンです。一番車両の中で大事なのは故障がない、ほぼ故障がない、今まで故障がなく素直に走ってくれたというのがすごく3100のいいところかなと思います。これは僕がどうかな、2000年頃からちょっと動画に興味を持ち始めて、でまあいろいろその動画を撮ってる間に一回編集してみようというような思いつきで。お気遣いありがとうございます。電車の通過する音が入りがちなので、実はめちゃくちゃやりづらい本社内での収録、窓を閉めればいいのではというツッコミが入りそうですが、コロナ禍の今、換気第一です。DVD か、あ、DVD どんな、この DVD 実は私が、映像を撮って編集したんですけど、2000年頃から映像に興味を持ち始めて、今までずっとノス電車とか阪急電車とかいろいろ走行シーンとか展望シーンを撮って、その撮りためたやつを集めて編集したのがこの3100系、また皆さん買ってみてください。社員にとっても思い入れの深かった3100系、最後の雄姿を見届けました。平野駅改札前に設置しているガチャガチャがオンラインショップに登場。何が当たるかはお楽しみ、ぜひご購入ください。平野車庫から輸送される最後の姿にも密着しました。
見届ける車両課係長の姿はどこか悲しそうです。国道で、はいはいはい、昨日もミニパトトマトっていう正解体験ありがとう。そしてさよなら3100系。続いてはこちら、のせ電の最新車両7200系からライブ配信を行いました。元は阪急7000系、中間ですね、6000系の車両が2つ入ってますけれども、ワンハンドルでなおかつワンマン機器を備えているというのが7200系が初めて歴史的な車両でした。はい、広々ですね、使えます。はい、部長、はい、この目の前にあるもの座ってもいいですか。どうぞ。はい、あ、なんだこれは。なんだこれは。なんですかこれ。これは7200系の鉄コレじゃないですか。かっこいいですね。山田副長もお墨付き。今年は鉄コレも販売されました。こちらなんで7200円。そんなにお安く。はい、5つ注文しちゃおう。7200系の特徴といえばゴールドラインと N7200 の文字。これらにはどんな意味があるんでしょうか。のせ電車の広岡です。7200系のゴールドのラインと N7200 の何のためにつけたかというご説明します。阪急電車と区別化を図ろうということで、どこかに何を入れるかという話が、色はゴールドが合うんじゃないかということでゴールドにした。そしてラインの入れ方にちょっとこれが苦労したのが、ちょっと前面見てもらったらいいんですけど、このゴールドのラインとヘッドライトの、周りの枠ですね、アルミの枠と、これが近づいたらアイボリーの露出度が少ないのでどうしようかという話になって、前面は4センチのゴールドのラインをアイボリーにのしてテーピングしてます。ちょうど運転台の、出入り口、この上で、ラインを、交差させてます。わざと切り込みを入れて、前面はアイボリーの上にゴールのラインを入れて、側面はアイボリーの下に沿ってずっとゴールのラインを車両端まで入れます。でここでクロスすることによって乗せ電のイニシャルである N が表現できたと。車両の始めから車両端までつながっていると。当社の1世紀を超える歴史と実績、そしてこのゴールド、沿線の輝く未来を表現してます。今ちょっと夕方でこうずっと来て、ゴールドが光ってきて、まあアイボリーも綺麗に出てると。まあこれがまた朝の光になるともう一つまた綺麗くなるので、ぜひ皆さん見に来てください。また阪急電車とは違った味が出ますので。1700系、5100系よりワンランク上の車両として、この新たに N7200 というデザインを作って、このように車両に取り付けています。まあ、なかなかかっこいいデザインと思うんですけど、7200系をご愛顧いただけますようお願いします。のせ電ムービーコレクション、のせ電鉄7200系誕生までの記録はオンラインショップのせ電ショップにて発売中です。ぜひお買い求めください。続いて、のせ電創立113年記念日に公開したこちら、受け継がれていく乗務員の運転技術を特集しました。師匠と弟子のインタビューの未公開シーンです。運転士になってからはやっぱり天気予報とかをすごい見るようになって、雨の日はすごい運転が難しくて、制動の距離が変わったり、いつものように速度が出せなかったりとかもするので、その中で運転するっていうのは緊張しますし、先輩の乗務員の人にいろんなことを経験談とか、まあ、雨の日はこうやって運転したらいいよとかっていうふうに聞きながら運転してるんですけど、まあ、今でもちょっと雨の日は運転するの怖いですね。師匠サイド、弟子の動力車操縦者試験合格の知らせを聞いた際の気持ちについて聞きました。
あもう素直に嬉しかったですね。西本君もすごくセンスが良くて、まあ大丈夫だろうと思ってましたけど、やっぱりね、国家試験っていう大舞台ですから、なかなか、良かったのに、すごく自分のように喜びました。はい、あと何か言い残したことがありますか？まあ、これから西本君もね、ご世代にしょって活動とかやから、弟子つけるというのもあると思いますんで、頑張ってほしいなと思っております。はい、以上です。はい、さてさて、時は師走、お二人に会いに行ってきましたよ。無事のなんかね、一年終わる感じで、すごく仕事はやっぱりいつも通り真摯で、お客様をね、安全に、はい、ちゃんと運転していこうと思います。はい、まあ、仕事にも慣れてきて、まあ、一番慣れが怖いから皆さんに気をつけやっていうふうには言われるんですけど、まあ、それを肝に銘じて自分も初心を忘れないように今も仕事してるんで、また来年ももっともっとステップアップできるように仕事に臨んでいけたらなというふうには思いますね。でもすごく運転はね、またさらに上達してます。止まったらいいんで、追加は動いてないんですよ。それはもう素晴らしいと思いました。上達してるなと思って。自分のこうで運転してる電車じゃちょっとなんか一回乗ってみたいなっていうのはありますね。そうね、それは確かに。永遠の電車。どんな感じなんやろうみたいなのをちょっと言ってもらったらありがたいっていうのもあります。あれはほんまにすごいと思います。追加が動いてるやつ。あれは素晴らしい。ありがとうございます。師匠。毎日安全運転ありがとうございます。続いてはこちら、元阪急2000系トップナンバー1754編成車を見ながら阪急電車と能勢電の違いについて紹介した動画です。そこに行きましょう。はい、はい、ここでストップ。収録の裏側を公開します。何度もジャンプいただきすみません。別の場面。サービス精神あふれるお二方です。こちらは未公開シーン、車両の下に潜入。あ、シッとかね、だから阪急電車にはなくて能勢電車にあるもの。ブーコック、ブーコック。これがさっきのブレーキ弁。はいはいはい。こちらが1700系。よーく覚えておいてください。5100系に移動します。ブーキシブーブーなんだ。ルチキブシ。ルチキブー。ブーはブー弁やから1700しかないブーは。制度感がない。ない。ちょっとストレートエアホースね。ストレートエアパイプ、これシリンダー、これ抜いたらブレーキ。あ、3つ並べるとこんな感じ、ちょっと違います。防火重装置について解説したこちらの動画、3号車のみ少し仕様が違うということでしたが、3号車の違いは実は他にもあります。水切りですね。この水切りを覚えておいてください。これは2号車、1736の水切り。そして次の1786の水切りの説明は神原係長がします。それでは3号車に行こう。こちらが3号車の水切り、確かに微妙に違いますね。随所違うところがあります。3号車能勢電鉄の不思議な3号車。なるほど、ぜひ取りに来て確かめてみてください。旧川西国鉄前線について調査をしに行ったこの動画、昔話に花が咲きました。本編ではかなりカットしていたので未公開シーンを大公開。会社入った時に亡くなったからな。知らんうちに亡くなった。
私は多分まだかけらもないし、歩くにはちょっと長いよね。はいはい。だからけど電車に乗るには短い。うん。それから開始したのは駅が西側にだいぶ寄った。寄った。だからこっちから駅にもだいぶ近くなってここをめくっちゃった。それはドアも自動や。ちゃうもん。手動や。ガラガラガラ乗いてよ、ガラ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 聞いた話やけど、今やったら車内マイクあんねんけど、昔車内マイクなかったから乗せ口出たら、この電車は管理士500枚行きです、次は管理士500枚終点です、育成で育成恥ずかしいですね。今ではなかなか考えられない光景ですね。50年ほど前か、 JR の電車も今でも覚えてる。西武鉄道昔の DD51 が引っ張ってたみたいですね。最後歩いていくんだよね。ほな西武駅みたいにもうドアがないねん、もう降りれんねん。昔あんな電車、昔国鉄時代に旧客という昔の古い客車、客車電気機関車が客車引っ張っていくというのが国鉄。あの頃蒸気機関車出せんかったかな。雨の時、天気悪い時に汽笛よう聞こえたの。何か聞こえるものがあったのかもしれません。で、昔の客車は直角正直私は全くわからない時代であります。カメラを構えつつ、とりあえず相槌を打っておきました。これは声優で、声優の前を取る、こういうマークこういうマークなんか違いますよね、うん、この声優です。ここでなんで声優が来てるかでしょう。これには昔の沿線開発事情が関係しています。野瀬田の車種を少しだけ見てみましょう。だからあそこに西武が開発した団地で真ん中に声優、ただグリーンハイズの中に声優は24時間、これ野瀬田の力入れなさいで、また阪急ブレイブを作ったオーナー、その人がうちの社長で来て北線進めたという歴史がある。急線シリーズは今後もまた制作予定です。そして国鉄前線は2021年12月に廃線40周年を迎えました。記念ヘッドマークをつけた電車が走っています。また当時の写真を掲示したギャラリー電車も走っています。ぜひ乗車して思い出に浸ってみてください。2021年、どんな一年でしたか？コロナ禍で苦しい状態が続きましたが、走り続けてきた野瀬田、少しでも明るい気持ちになっていただけたら幸いです。いつでもご乗車お待ちしております。